しいです。ストレスが原因で来ないらしいです。ありがとうございます。いや、それで、まあ、結構勝手っすけどね、もうこれ別にアキコママに何も許可取ってないけど、誰かちょっとバーカンで お手伝いしてくれる人おらんすか。一人でもいいんすけど、誰か。え、台本なんかせんの？誰かバーカンでちょっと早めに行って お手伝いという形で入ってくれる方いないですかね。225無理、使い物ならもう酔っ払ってる。どなたでもいいんですけど、言うたら、うん、いや、ツナでも誰かいいんやったら。で、01を2連して起こす。誰でもいいんですよ、別に。いや、パニちゃんちょっと来るん、まだそんなに。トリプルお寿司とかさ、誰でもいいんですけど、ちょっと、多分大変やと思う。トリプルでも今から言っていけるかな。うん、そうそうそう、ミータちゃんちょっとドタキャンらしいんで。うん、それこそユマルと、ユマルはちょっとあれかな、あ、そか、トリプルは夜は無理か。ハルコさんとかでもいいんですけど。いや、誰も、ちょっと、なっちゃんも間に合うかな、川端さんはダメ。まゆちゃんはわからん。ミキポンありがとう。いや、分からん。誰も来えへん、来るかな。いや、ゼロワンは来るって言ってる。って言ってて来てくれんのがゼロワンやから。それもう絶対来るよ、ゼロワンは。ノマとかでもいいねんけどさ、もう。もうチームでもいいねんけど。それかもう、タクマが来んねやったら、タクマが前みたいにさ、やってくれへんかな。アムリアイトもありがとうございます。いや、そう、アキコママとちょっと連携取らんと、タクマいいってなんのかどうかもあれやし。あ、頑張ります、パン。まさかドタキャンとは思わんかったな。台本なんかないよ、そんな。ないよ。あとね、3時間ぐらいしかないじゃないですか。あ、仲直りしたの？ちょ、宅前電話す、ほんまにしました？ひでママ。あ、パン、ありがとう。あ、初見さんいらっしゃい。ゆらちゃん、ありがとう。あ、名前言っちゃった。してみます。一回言ってみる？してない？してないっつってる。まあ、ひでママは多分嘘つかんやろうけど。趣里はダメ。趣里は昨日、山田の一日店長を妨害するっていうタイトルで放送つけてたから、まあ、来んのは来んねやろうけど、ダメ。たくまが沸かすって言ってた。あきこママに電話する。パニちゃんは来てくれるって言っててんけど、ワセイちゃんは俺のこと NG らしい。ちょっと理由はわからんけど。やばない。どうしよう。結構テンパってんねんけど。11時とかやろ。さすがに、アキコママ一人やったら、きついんじゃないかなって。
マカエちゃんは大阪おる。ゼロワンは絶対来てくれる。あのなんでってあの、まあ、またこんねったあれやけど、僕のそのワンライブ就任祝いも兼ねてって言ってくれてたから、うん、まあ、こんかったらこんかったでもおもろいけど、いやいやいや、ゼロワンはそんなんもう男の約束守るタイプやから、うん、その来ない芸はやっても絶対来えへんは 100% ないって俺は信じてる、うん、今日ばかりはマリオくんも起こしてくれると思う。いや、イギリスとは来えへん来えへん、ないない。ミニラさんとかをあの来てくれるって言ってる人が多分ガチギレするから、多分ノマに電話する。でもノマも多分今ゆめちゃんらと遊んでるからな。太郎くんにずっと覆面させとくんやばいやろ。今日ばかりはマリオさんも起こしてくれると思う。うん、え、嘘でしょ、マリオさん今日起こしてくれへんって言ってる。まあまあ僕店長やったら、まあ、そこまで多分客入りは大丈夫やと思うんですけど、横ないと怒られるけど。ああ、機長は誘ってない。パルちゃんは言った。あ、飲むの、飲まん、パン、ありがとう。マジで行かんかった、やばいよな、うん、いや俺電話、まあゼロは電話して起こすからあれやけど、え、一部とくん手伝いたいって言ってくれてんの。え、でも何もメリットないで、多分そう手伝ってくれても。社畜がいい、社畜めっちゃいい、ちょうどいい。あ、怒られるか、社畜ちょうどいい、うん、怒られるか、ちょうどいいわ、ちょっと偉そうか。社畜ちゃん手伝ってくれたらちょうどいい、ぴったり、うん、ちょうどいい。ただまあ日当等は多分あの最低時給かける時間になってまうとは思うけど、 おそらく、うん、社畜呼んでないよ、うん、だって名前の通り社畜やのに月曜日無理やろ、うん、ちゃうやん、よく考えたら社畜やのに無理やろ。あー、パオン、分け合って匿名ありがとう、50個。え、いいの？ありがとうございます、パオン。なんか分け合んねやったら後で聞くわ。グレート、あら、助かります。うん。え、ゼロ番を起こす、絶対起こす。あー、40個、パオン。あざす、助かります、ほんと。母の人、ありがとうございます。40個、くる、あざす。うん。え、匂わしてるだけでけえへんって、うん、しかも一応イギリストにだけに関しては俺ルールなんで、あの入店拒否させてもらうつもりでおるんで、うん、それは ルールやから、うん、それでも敷地内入ってくるんやったら営業妨害で一応僕から警察にきちっとあの、はいっていう形取らんのしゃあなくなるんで、ちょっと嫌がってる人多いんで、そうそうそう、も申し訳ないですけど、やはり リスナーさんも来てくれるって言ってる人いてて、その人がもうどうしてもその人嫌って言ってるから、それはもうなんぼ100万シャンパン入れるって言われてももうお断り、うん、ごめんなさい、うん、あ、ハムメさんありがとうございます、うんうん、その人だけは無理。それでも突っ込んでくんのが俺はあいつじゃないかなと思って見てるけど、どうやねやろ、うん、ゆめき無理やろ、まだ7やんにおんぶに抱っこ、うん、おんぶに抱っこでさ、うん、え、来るよって言ってる、うん、まあ、てつさんはねちょっとねまだ、うん、あ、ポルポンは全然、うん、仲いいで、仲いいっていうかまあ、うん、ポルポンさんも ぜひ来てください、お願いします、うん、うん、うん、あ、お疲れ様です、パン、ありがとう。フランスパン食べてないです。あ、バーの人ありがとうございます。え、ちゃんと野間ちゃんもあるやで、うん、ゆめちゃんと多分一緒に来てくれてるやろうから、うん、誰か手伝って、うん、レジューに襲撃、うん、ちょっと松葉勢とか、いや、俺ちょっと何も考えてない言うたら、え、ゼロワン車ないの、車ないの、
途中で抜けて迎えに行くも無理やしな。っていうか、ここ駐車場出し入れできひんからな。アコイサムではないです。はい。車あげた？え、ちょ、待って、どうすん？どうすんの？どうすんの？まあ、来てくれるか。アコイサム言いすぎやけどな。まあ、せやな。大原はダメ。タクシー新宿までやったら多分5、6000円かかると思う。ゼロワンチからやったら。いや、分からん。いや、222号はダメ。もう酔っ払ってる。1万もかかんの？いく？それはちょっとあれやな。お願いできひんな。例の人、ありがとうございます。翔くん、車ないやん。あ、お手伝い。いや、翔くんはお客さんで来てくれるからな、言うたら。言うたら、山田ボーイズなんで。あ、頑張ります。パン、ありがとう。まあ、置物っすけどね、基本。ああ、でもいい。別にそれはあれやけど、下柳ではないやろ。え、変わるかな。あ、ベイビーさん、ありがとう、パン。あ、キョウキョウさんもありがとう。いや、本当ね、楽しく終われるといいっすね、本当。川上みたいなやつがおっぱい出さんこと祈るわ。あ、頑張ります。あ、ありがとう。ちさとも20個ありがとう。ミータソーあかんねん。だからミータソーが、ちょっと今日、お手伝いっていう形では入られてたのに、当日ドタキャンらしいっす。なんか、ストレスって言ってたんですけど、理由は。ただ、なんかキャンプおったよな。どっかでキャンプしてたよな、そのミータソさん。どっかでキャンプしてたよな。ストレスでけえへんって言ってて、バーベキューしてたよな。まあ、だから、理想は、たくまが、なんかその、アルバイトしてくれたらいいんですけどね。もう、そうなってんやったら。昨日でも俺、あきこママに会って、たくまどうっていう話したら、別にあかんとは言うてへんかったからな、あきこママも。あ、ありがとう。パオ、そう、ターの人って言ってたやん。来んのかな、来えへんのかなって。その、この辺にはしてなかったやん、言うて。奈々ちゃん、ご祝儀5万、マジで？ちょうだい？ほんまに？ワンライブの？先生、5万はよう受け取らんわ、そんな。俺が払わなあかんぐらいやで。俺が払わなあかんぐらいやわ、それは。おええよ、奈々や、それ。気持ちだけでいいよ。気持ちだけでいいよ。配信外でちょうだい。気持ちだけでいいよ、いいよ。配信外でちょうだい。もう1000円でもいい、別に。配信外でちょうだい。あ、他に持っていくご祝儀か。おい、ふざけんなよ。ゆめきくんが持ってきてくれんの？ほんまか？それ。あ、何時出勤？いや、もうちゃんと30分前行動やから、6時半には、お店の方に向かおうと思います。俺、お酒飲めないんで、はい、基本。あ、花火なくても別に大丈夫ですよ、言うて。あ、誰が来てもいいっすよ。中村となつきちゃん来るっつってた。ちょっと1万でいいよ、別に。あ、いい感じ。ただ、ゆめきは別にあれやん。養分が追い出してやろ、どうせ。おい、ゆめき、いつまでいてんだよ、とかって、多分、水曜日ぐらいに養分くんねやろ。おい、ゆめき、追い出すから、多分。1万でいいよ。は？何様？ご祝儀って言うから。ああ、もうぜひ、はい。え、養分なんか7やんの家行くらしいで。今日一発殴ったらあかんすか？はい。いや、スーツなんか持ってきてない。来たら全然154。それは。夢聞いたら養分来ない？いいの？それ。あ、頑張ります。はい。いや、養分来るやろ、絶対。おい、ゆめき。あ、お疲れ様です。あ、無理相手もありがとうございます。ありがとうございます。ゆめき、行かない？そうなんや。
ニューベキ、俺のこと避けるからな。今日来てくれたらええのよな、お店な。避けんでもいいの？俺、会いに行っても無視されるから、大体。あ、無理やってもありがとうございます。ゼロワン社畜ちゃん好きなの？ちょ、社畜どうにか鳩飛ばん無理？ただ、それ、祝儀って誰に渡す祝儀なんだね、やんの。どういうこと？俺、台本なんか組んでないで、俺、タグマの LINE 見せれんで言うたら。ちなみに。あ、頑張ります。無理やってもらいます。台本なんか組んでないぞ。あ、DM 見てください。DM？DM？ ちょっと待ってな。DM 見るわ。なんかあんの？ DM。あ、なんか来てる。もう全然来てください。はい。もうどんな感じも何もない。3000円で食べ飲み放題。にゃん水はもうほんま、水谷さんは絶対ツイキャスの方がいいっす。ふわつけてこん方がいいっす。はい。俺結構自信あるっす。俺、この間も言う、あ、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。絶対に、ツイキャスの方がいいです。つけてくるんやったら。それは。今日、時間遅くなればなるほど、ツイキャスの方がいいです、絶対。それはいい気です。あ、水野さんも一応お誘いして、来てくれるという、まあ、行けたらっていうか、まあまあまあ、ちょっと、追加しつけていこうかななんて言ってくれてたんで、はい。今日のうどんの味はまだ内緒です。はい。もう全然ペガさんも一緒に来られるんであれば。いや、なんかな、衣装とかなんかそういうの考えてんけどさ、もうええかなと思って、私服で行くもん。自分は水にゃんをアンダーバーって書いてる。どういうこと？そうそう、まあ、皆さんアカウントを守ってくださいね。はい。あ、推しが行ったらダメって。そうなんよ。なんでな、別に。まあ、なんかちょっと顔出して帰るだけとかでも良さげじゃねえ、言うて。南が行きたいって言ったら、まあ、それはまあ、あれやけどな。それマリオ君と相談してみたいな。ボコボコにしたいってみ。ああ、そうなんや。まあ、それはしゃあないよな。でも、タグマ来るせいで、ミータソが来られへんくなってやったら、タグマがそこをやってくれると非常に助かるはあんねんけどな、言うたら。で、ついでに、アキコママと仲直りしてみたいな。やってくれたらいいねんけどな。タグマは関係ないやろ、別に、ナナヤンは。ゼロワン来るならって言ってたやん。うどんうまいよ。ちなみに僕、始まる前にそれ食ってからって思ってんねんけど。あ、村田です。村田です。山田と絡むと呪われるって、お師さんたち。どういうこと？呪われるってどういうこと？あ、頑張ります。はい。足らなかったらネックレス売ります。はい。足らなかったらネックレス売ります。もう。それでいいやん。足らなかったらもうネックレス売ります。あー、ベイビーさん、パオー、ハッピーバースデー、パオー、アザース、ベイビーさん。あ、翔くん手伝ってくれるんやったらめっちゃ助かるかも。まあ、俺っていうよりか、どっちかっていうと、アキコママを手伝ったってほしいがあるけど、一人じゃ多分きついやろ。言われた酒も多分す。あ、引いとく、もう一回。ちょ、待ってよ。どこや。あ、無理やってもありがとうございます。無理やってもありがとうございます。あ、頼んでんや。これか。あ、これね。広告流れそう。準備、もうできてるよ、別に。このまま行くだけやからな。いや、どうやろう。いや、もう誰が来るか来えへんとか分からん。まあ、お誘いできる人は誘ってみたんで、もうあとは。あ、無理やってもありがとうございます。
ありがとうもありがとうございます。ありがとうもありがとうございます。うん、言ってないよ。あ、おはよう、リース君。ユージ、わからん。どうやねんやろな。いや、言ってないで。あ、ママは多分面白おかしく言うてるだけやと思う。俺的にはもう NG なんで。その人聞いたら嫌がる人結構多いから、うん、お断りする、俺が。あ、無料アイテムありがとうございます、パオン。あ、無料じゃない、有料ありがとう、みゆちゃん。うん、いきなり言ってよ。でもイキリスト店長にしたらさ、配信者誰も来えへんぞ多分。おイキリスト店長やったら誰も来えへんやろ言うたら。いやだからミータソがドタキャンしたから、あのあアルバイトサータンの前です。え、じゃあ店の前に来るは別に自由やん、中には入れへんっていう話で。いや、もう衣装なんか思ってんけど、もうええかなと思って、うん、いや、それはええんちゃう、俺とママのあれで、うん、でも絶対けえへんで、多分イギリスと、うん、あの、ミニラさんや、うん、なんや、ちょっともう、これの人結構おるから、言うたら、うん、けえへんと思うで、多分。で、太郎くんも覆面して登場っつってるから、ああ、じゃママがイギリストに会いたいんやったらちゃう日にすればいいやん、別に わざわざ今日にせんでもいいから。ああ別にわざわざ今日じゃなくてもいつでも会えるやから言うたら、店に来んでも、うん、空気悪なるだけやから、うん、空気悪なるから、うんうん、そうそうそう、基本みんな嫌がる人しかおらんから言うたら、いいとは言ってないよ別に、うんうん、予約は入ってないよ。しかもあのワンライブ5週にも兼ねてるから、うん、血流は大丈夫。ちょっとほんまにあれやったわ、真っ赤っかやったわ、トイレ疲れてんのかな、どちらかってますね。ああ、うん、じゃあ、いかんいかんいかん。疲れてる時に、ようなんねん、言うたら。かまへん、肝猫。バンライブ、うまいな。あ、ちょっと、ケツの様子。はい。誰がしまえなきゃ。あ、大丈夫や、大丈夫やで。怖いこと言わんとってや、うん、怖いことせんとってや。あー、うん、ちょっと続くやったら行くけど、じゃあ俺筋トレとかめっちゃした後もようなるからこれ、うん、ちなみにな、うん、え、それ面白おかしく言うてるだけやと思うで。ツナは一応読んだけど来るかな、朝までやもんな、うん、うん、朝までやもんな。まあ、ツナも別に来たらいいと思うで言うたら、うん、みんな来たらいいと思うで、キリスト以外は、うん、うん、あ、悩んでた。まあどっちでもいいよ、無理にとは言わん、うん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、あ、ドスコビマリちゃんもありがとうございます。
警察沙汰だけはやめてよっていうか、絶対なるやろ。あ、ナチュリちゃんもありがとう。かわいいね、君。いや、ごめん、もう誰来るとか分からへん、言うたら。あ、お寿司お前来るんやったら来いよ。まあ、無理かもせえへんけど。お寿司も来いな、来んやったら。一人では行けないらしい。ああ。あ、はい。じゃあ、なんでおったやねん、俺なんて。お寿司お前バイトせえへん、無理か。もう別に、え、MI 君来んのやったら別に来たらいいと思うで。全然な、MI 君も。あ、それは注意する。ちゃんと注意する。うん。あの、一応、何あの、相撲するんやったら、あの、店から見えへんとこでやってくれっていう。うん。それは。いや、ちょっと匂いしてるんで、もしミニラさん来てくれるんやったら、あの、すごい助かります。本当に。ミニラ会長、本当にもう、もうっていうか、まあ多分ミニラさん来るって言ったらまあないやろうけどね、言うたら、うん、守護神、うん、ゴッド、反射じゃないわ、うん、うん、山田に会いたいけど配信してないってどういうこと、うん、うん、え、けえへんってキリスト。そもそもミニラさん来るのに来るわけない。来ても外からわわ言うてるだけよ。中入ってけえへんで、うん、いや、なんか秋子ママ的にはなんかいいとか言ってて、僕的には NG 出してるっていう、まあそのなんかうん、まあ、多分 どうせ来えへんでしょうけど、言うたらお前ほんま妨害するって言ってたよな、シュリー。ちょっとおもろいタイトルやったやんけ。俺はシュリー来るやろ。で、来るやろ、多分。おもろいタイトルでやってたやんけ。あ、頑張ります。シュリー、バイトせえへん無理か。バイトせえへん。せえへんか。ミータソちゃんがちょっと当日欠勤なんで。ごった返したら、あ、うん、大丈夫やで、うん。だいぶ疲れてるだけ。うん、あ、無理やってもありがとうございます。あれです。いや、どうやろう。いやー。結構、忙しになった時大変じゃない、ママ一人やったら。もう俺も別にお手伝いできんやったらすんねんけど、俺、ないから、その酒屋のノウハウ何も。邪魔しか多分できひんからだ、言うたら。え、翔くん手伝ってくれるって。じゃあ、ミータソちゃんに支払われるはずやったアルバイト代、翔くんちょっと時間来てくれたら、払ってあげたらいいってことなんかな、アキコママが。うん、あ、ヤッホー、うん、ヤッホー無料アイテムありがとう、うん、いいの人ありがとうございますパニちゃんがな11時からって言ってるから、なんかあのそこまでのあれかなみたいな、うん、あー、お邪魔します、はい、頑張ります、はい。まさかなこの時間に、いや、さっきやで、アキコママから聞いたん、このホテルのチェックインの時ちょっとあったんやって、アキコママに、うん、山田くん聞いてよ、見たぞ、今日来れないみたい、うわーって、うん、うん、なんでなんすかっつったら、ストレスって言ってるの、わからないわ、私も、山田くんって言って、うん、配信外でやで、言うて、うん、配信外で、うん、ちょ、うん、そうストレスっつってた、うん、あ、ベイビーさんありがとう、パオンありがとう、うん、また来てね、うん、うん、あーって言ってんねやろ、兄さんよ、あー、じゃあもう、あ、このまま完全ネタやわ、うん、完全ネタやわ、うん、いや、たくまは来るみたいなことは言うてたけど、それ実際来るか来えへんかわからん、うん、ちょっとね、ミータソちゃんね、まあまあでもしゃあないよね、なんかまあいろいろ理由はねえか、まあ、全然
楽しそうにキャンプしてたけどな、こよくなと。うん、ああ、うん、そうそう、来ないって、うん、そうそう、パオン、ありがとう、ありがとう。ああ、言うの人、ありがとう。誰かお手伝いできる人おる？そこらへんで。もう、もうなんか、客じゃなくて、お手伝いでもいっかなっていう人おんねんやったら。はい、ああ、チムはあかん。うん、チムは仕事できひん言うたら、うん、ダメ。いや、たくまとかも どうやねんやろうな。ちょっと実際回転してみな、どうなるか分からへんですね、お店も。225はダメ、もう酔っ払ってる、ダメ。あ、ユーマールは分からん、顔出すぐらいは来るかもしらん。うん、225行かへんよ。おうな、そうやんな、タッチアンドゴーやんな言うたら、うん、あ、ありがとうございます。一日店長兼あの、いや、うん、だ、分かってる、アナーキー、それはもう絶対分かってる。え、ユージ来るん？もしアキコママと仲直りできんねやったらさ、あの、俺からは勝手に言われへんで、勝手に言われへんけどさ、なんかアキコママと仲直りしてさ、一日だけでもバイトせんか。翔くんが来てくれるっつって言うけど、まだ何もあれや。ちょっとさ、まあ配信したいとかもあるかもしらんけどさ、ユージ、あかんか。仲直りしてんやったらさ、あかんか言うたら、多分ちゃんと明子は給料くれるからさ、バイトっていう形で入ってくれたら。誰か多分一人おらな、マジでしんどいと思うわ。っていうか俺が店長やから、俺が仕事するでも別にいいんかな、分からんけど。あ、翔くん待って感じないや。ラーメン店長ライヤさん、今日の売上目標は、先週が9000円やったから、まあ、間取って1万8000円です。うん、あ、ベイビーさんありがとう、パン。うん、間取って1万8000円です。はい、うん、1万9000円です。はい、いや、だってそんなんさ、おこがましいって、俺ごときが言うて、うんうん。無理って言ったら怒られるのか、その無理決まっとろう言うて。うん、行くわけなか、行くわけなかろう言うと怒られるけどさ、ええ、無理無理、もうじゃあ言わんといて、役とかもうやめて、やめて。ただなんかファンタス、今ファンタスティック撮ったら頑張る、それは関係ない、違う、それちょっとあれ取ってつけたようにめちゃくちゃか。あ、タヌコさん、はい、こんばんは。あ、覚えてますよ、タヌコさん。はい、お、覚えております。うん、あの、ファンタ飛んだら俺気合い入れます。ファンタ飛んだら、あ、違う、それは違う。それは違うか、言い過ぎか、調子乗ったか、すいません、冗談です。あ、無理やってもありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。無理やってもありがとうございます。無理やってもありがとうございます。プレッシャーえぐいな言うたら。あ、無理やってもありがとうございます。無理やってもありがとうございます。無理やってもありがとうございます。高みを目指すって。あ、ヤギさんもありがとう。朝19時から、あ、頑張ります。ミーさんありがとうございます。なんで俺やねんやろうな。あ、頑張ります、ありがとうございます。今日にかけてるとかやめてって、やめてて、やめてて。あー、了解です。どうせ多分今日のアキコママの店内の様子って YouTube に後日上げられてんで、どうせ。お、あの、心配せんでも、あの、後日多分 YouTube に上がったやつ見れると思います。絶対何かしらあるから、何かしら上がってるんじゃない。ゼロワンはもう絶対来てくれると思う。うん、まあ、ワンライブの就任も兼ねてなんでね。
まあ、TikTok でプリコーには挑まないです。はい、挑まないです。あ、フォローありがとうございます。後でお返ししておきます、皆さん。じゃあ、そろそろ出るか。うん、そろそろ出るか。着替えるか。うん。行けたらっていうか、絶対来てくれる、あんだけ言ってて。よいしょ、もういつも通りで行こう。なんかいろいろ考えたけど、なんか動き回らなあかんくなりそうやからさ、もう。よいしょ。これで行くか。これで行くか。うん。一長蘭に着替えるか。うん。もういつも通りでいいわ。なんか衣装だとかなんだとかあったけどさ、別にこれでいいや、うん、ゼロワンから借りてるミーコ T シャツ着ていこう。社長から借りてるミーコ T シャツでいくか。うん、でまた見えてる、うん、見えてる、あらやばい、うん、あ、50個ありがとう、バーン、あざーす。え、鏡で見えてた、嘘、マジでやばない、あれ、これ通報でバン、え、見えてた、マジで腹出てるはいいねんけど、え、隅見えてた、全部見えてた、やってもうた、終わったな、嘘でしょ、鏡、わからんかった、そろそろ落ちるか、ちょっとマジでやばない、いやでもまあ故意に移してないプラス、いや故意に移してないプラス別になんか性的な表現があったわけでもない、うん、いやバンにはならん、絶対バンにはならん、放送落とされるはあるけどバンにはならんわ、うん、まあ俺最悪別にキャスできるんで言うて、最悪って言ったら怒られるけど、ならんわ、ならんなら、ちょっと見えちゃったぐらいやん、そうそうそう、しかも俺下に柄物の服着てたから、うん、そうそうそう、うん、うん、そうそうそう、ビーチコアセーフや、男の、あれ洋服です、洋服です、洋服です、柄物の服と、まあ、最悪やばいよな、ほんまやってもうたな、うん、まあバンチャレンジってことで、はい、うん、うん、うん、っていうかまあ222号が俺の体に落書きしてるだけなんで、隅じゃないんで、うん、ちなみに、うん、違う、落書きです、油性マジックで222号が落書き、そう、酔っ払った時の落書きやん、せやん、うん、酔っ払った時の落書きじゃん言うたら、うん、
そうやん、お前、そういう仕込みいいから、もううまいなぁ。うまいなぁ。うん、うまいなぁ。もうやめてよ、わざとらしい、ほんと。うん。やめてよ。やめて、もう。なんかなぁと思ってみんな騒いでるから。うん、やめて。もう。そうそう、意外と、そうそうそう、エリボー、そう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 。うん。まあ最悪別にあれですね、サングラスマスクツイキャスで俺店長やるんで、はい、もう最悪。うん、ネックレスあるよ、あるある。うん、つくしょと一緒に通報してくれた H06号。もしあれやな、今から通報ってコメント打った人全員ブロックしていくか。